こちらのももえりちゃんがプロデュースするモコアズでお洋服を購入しました。この段ボールがすでに可愛いよね。ここにモコアズ、こっちもね、可愛い。なんて書いてあるの、サンキュー。というわけで今回購入したこちらのモコアズのお洋服たちを紹介したいと思います。ちなみに今日羽織ってるこのニットもモコアズのものです。ゆるたぽニット、寒い時すぐ羽織る、これを。はい、ではこちら開けていきたいと思います。なんと可愛いメッセージカードとともにマスクが入っていました。ももえりちゃんのこういうところが好き。なんかね、ももえりちゃんはね、すべてに対して愛が溢れてるの。モコアズの可愛いメッセージカード、そしてマスク、梱包一つとっても毎回愛溢れてる感じがすごいね。大好きなの。そう、嬉しい。今回予算3万円だったんですけど、合計金額が 28,270 円ということで、紹介していきましょう。アイスブルーのカラーのトップスです。ももえりちゃんのね、インスタでめちゃくちゃ可愛くてずっと狙ってた。同じ生地でね、こうウエストキュッてなりそうなベルトみたいなのもついてます。はい、可愛い。後で着てみようっと。こちらのトップスが7590円です。白ベースとアイスブルーの2色カラーだったんだけど、このアイスブルーのカラーを選んだ理由が、ももえりちゃんのね、インスタでね、すごい可愛い写真がね、このアイスブルー着てたの。そう、だからこれ着たらももえりちゃんなれるかもと思って。はい、アイスブルーのトップスです。で、こちらのトップスに合わせてセット販売していたのがこちら、ロングスカート。はい、こちらもアイスブルーの同じカラーの同じ柄のスカートです。こちらのフレアスカートが9790円。それぞれで着てもいいし、こう合わせてね、セットアップで着てもいいし、すごい可愛いの。そう、嬉しい。本当はホワイトも欲しいの。モコアズはね、販売開始してね、すぐ売り切れちゃうの。あのね、何回もね、買えなかった経験があるから、もうね、悩んでるんだけども、早くカートに、カートにみたいな感じで、とりあえずね、お目当てのはこの2つだったから買えてよかったです。そしてもう1つ買ったのがこちら。はい、こちらシャツワンピとしても着れるし、ボタンを開けてね、こう羽織る感じでも着れるという。そう、これもまた4色ぐらいカラーあったんだけど、ブルーにした。今回ブルーとブルーだね。夏だし、なんかちょっと色入れてきたいなと思って、腰のあたりにキュッと結べるね、ベルトみたいな感じのもついてるから可愛いなと思って。というわけで、せっかくなので着ていきたいと思います。